はい、おはようございます、池田です。さあ、5月のですね、中頃にあるイベントに参加することになりました。ニセコグラベルというイベントなんですけども、いやー、本当にイベントねの参加って久しぶりでめちゃめちゃ楽しみなんですよ。あのイベントってある、大体土日にあるんですけど、土日なかなかですね、都合が合わないんですよ。なので、今回の参加できるってなってですね、おっしゃーって言って今こう気持ちが高ぶってるところです。で、ニセコグラベルって何かっていうと、あの北海道なんですよ。北海道にちょっと行こうと、思うんですけど、北海道で開催されてて、でグラベルロードがですね、綺麗な、広大な敷地をですね、わーっとこう続いて、走れるようなところがあるらしいですっていうのが、ちょこちょこっと動画でですね、 YouTube で検索して、出てきた、動画の内容とか、あとは、SNS でですね、ちょこっとこう写真が上がってきたりしたぐらいの、情報量しか正直ないので、なんかこう綺麗な道がずっと続いてるんやろなっていうのはですね、イメージとして持ってるんですけども、実際どんなところかっていうのはですね、わかんないですね。なんでちょっと行って、しっかり楽しんで、どういうイベントなのかっていうのを、見れてきたらなと思っているというところです。で、今回はですね、ニセコグラベル行くぞというのと、あと、どんなイベントなのかっていうのをちょっとここでですね、もうアドリブで調べてちょっとこう言ってみようかなと思います。では行ってみます。ではですね、ニセコグラベル、スポンサードバイパナレーサーっていう、イベントですね。で、今回僕が行こうとしているのが、5月12日ですね。なんでゴールデンウィークが終わった次の土日かなに、開催されるイベントです。で、こう調べていくと、ショートコースとロングコースっていうのがあって、ショートコースは5、60キロ、ロングコースは90から100キロという形になっている2種類あるんですね。で、そのショートコースにちょっと、行こうかなと思います。で、広島から北海道ってやっぱ遠いんですよね。めちゃめちゃ遠いなので、どうやって行こうかって考えたら、やっぱり飛行機が一番ええんちゃうかなと、思いまして、で、飛行機調べてみたら、早割りだったら、3万円ぐらい、往復3万円ぐらいで最安行けそうと、いうのが分かってきた感じです。普通の料金やったらどれぐらいの10万ぐらい行くんちゃうかな、だから早めに決めて早予約すると、意外と思ったより仙台行った時と同じぐらいかな、の移動で行けるというのがちょっと分かってきました。で、ですね、これなんかこうレースみたいなやつなんかなと思ってたんですけど、実はそうではなくて、こうレクリエーション的な要素が結構強い、ものやなと思いました。で、自転車がグラベルバイク、マウンテンバイク、クロスバイクみたいな、オフロードを走行できる車体でお願いしますと、書かれてますね。で、 E バイクも参加 OK らしいです。いいですね。で、なんかロングコースの方は区間が用意されてて計測されるそうなんですけど、ショートコースはないんかな。で、人数がショート、ロングどっちも150人の参加で、定員と募集定員となってるという感じですね。で、6時半からちゃうわ、ロングが9時、朝9時スタート、ショートが、10時スタート、だからショートの方が短いんで、早く帰ってくるというのを想定してちょっとな、後のスタートで、フィニッシュ、ゴールの制限時間が夕方の4時となってるという感じですね。なんでショートコースだったら、一応区切りがあるんか、6時間で
50、60キロ、1時間で10キロぐらい走ったら、まあ普通にゴールできるよと、完走できるよという感じですね。はい、ざっくりそんなもんかな。で、これそもそもニセコってどこやねんっていう話なんですけど、今回そのイベントが開催されるのがニセコ中央倉庫群っていうところが主にスタートとなってるそうです。で、こうさっき調べてみたんですが、これ見えるかな、これが北海道ですね。北海道で、お、ニセコ中央群生倉庫群っていうのがこの北海道の首根っこのところにあって、ここに、スタート地点があるっていう感じですね。北海道こうやって見たらめちゃくちゃ広いですね。めっちゃ広いで、千歳空港がこのここ、ちょっとこのちょっと今見えにくいですけど、ちょっとすみません、千歳市があるから、まあ、この辺りで、あれ北広島市がある、こんなところに広島があるんやという、大体ここ短いように見えて100キロぐらいあるらしいですね、という感じです。なので北海道のこの四角形のど真ん中っていうよりかはちょっと西寄りな、場所という感じです。で、実はですね、北海道僕行くのがですね、人生2回目なんですよ。1回目は修学旅行で行ったんですね。で、北海道の各地域を回って、キツネの、牧場やったかな、ちょっとうる覚えですけど、に行ってバスで移動して行って、で別の場所で牧場を見学してってやってたんですけど、その中のアクティビティの一つにマウンテンバイクがあったんですよ。マウンテンバイクでオフロードを走ろうっていうのがあって、それに僕エントリーしとったんですね、修学旅行のアクティビティで。で、バスで確かですね、5、6時間ぐらい移動して、で現地到着したら大雨で、雨の中ですね、雨具を着てぐちゃぐちゃになりながらマウンテンバイクに乗るという経験をして、で、それもですね、やっぱり雨がひどくなってきて危ないっていうことで、1時間行かなかったかな、当初の予定してたコースを半分ぐらいにカットされて、でちょこっと走ってまた5、6時間バス乗って移動するというですね、自転車にはもう最高の、この晴れてこのショートカットをされなかったら、おそらく僕最高のコースやろうなと思ってたんですけども、まあまあ修学旅行でそういう経験があったと。だからですね、北海道自転車ってなると、うん、あの苦い思い出が蘇ってくるんですけどね。なんでその、屈辱を晴らすべく、リベンジという意味もですね、僕の中では兼ねて、ちょっと北海道のそのグラベルロードイベント、ニセコグラベルにちょっと行こうかなというところでございます。はい。で、これはですね、僕なりの楽しみ方をちょっと一つ考えてまして、それは何かというと、制限時間ギリギリまで、限界まで楽しんでやろうと思ってるんですよ。で、さっき地図で見た感じでも、ちょっとニセコっていう場所を調べた感じでも、もう自然がですね、もうやばい、ド迫力の自然がそこら辺にあるっていうですね、またこう広島のコンパクトな、まあ、ちょっと森、山、海が近いという、自然ではなくて、もう広大な、もう見渡す限り森、平地、平原みたいな、そういう自然がですね、もうあるというのが分かりましたんで、これをですね、せっかく行くなら、全力で体で味わって、もう隅から隅まで空気吸いまくって入れ替えてこようというような気持ちでちょっと行ってみようと、思ってる次第です。でですね、これ北海道なんですよ、北海道だから結構ですね、よいしょってこう、よいしょって勢いをつけないとなかなかこう行けないじゃないですか。なんでせっかくよいしょって言ってその場所まで行くなら、その場所をもう全力で味わってこようかなと、思ってる次第です。で、ショートコース、ロングコースってあるんですけど、これショートコースの方が僕ええんちゃうかな、
いや、ロングの方がええんかな、ちょっと先にスタートできるから、まあ、どっちかちょっと今あれなんですけど、多分ショートコースやったらまだロングに比べて余裕があるんで、その余裕があるのを目いっぱい行こうかな。だからやっぱりこうイベントで多分大人数でスタートになるんで、なんかこうスピードを上げてビューンって走るみたいな、こう競り合いみたいなのはおそらくどっかで、まあ、計測期間が、あ、ロングの方は計測期間があるんか、だからそういうのもあると思うんですけども、僕はですね、一番最、できれば一番最後尾でゴールしたい。でも制限時間があるんで、制限時間ギリギリ、だから4時がリミッターなんで、4時5秒前とかですね、なんかそれぐらい、せっかくそのイベントの時間がこう開かれてるんだったら、そのイベントのスタートからゴールまでの時間はもう全力で楽しみたいと。だからもうすごい楽しみと思ってる次第です。普段走れないような道、グラベルで景色、空気、水も飲めるんちゃうかな、どっか湧き水とかないんかな途中、いや分からんけど、コースをそこまでまだ調べてないんで分からないんですけども、おそらく普段感じられない、環境がそこにあって、食べ物もあるというのが、今予想しているところですね。でもう一個は北海道まで行くとなると、やっぱりこう広島とか、西側、西日本とはまた違った食べ物で植物で空が見れると思ってます。まあ、空って言ってもこれどこ行っても一緒やと思うんですけども、おそらく何かが違う空が見れると思うんですよ。例えば夜空とかですね、おそらく違うでしょう。都会から見る夜空と北海道の広大な自然の中で見上げる夜空は、おそらく星の量が違うはず。そういうのもですね、結構楽しみなんですよ。で、食べ物もですね、北海道といえば何なんだろうな、ニセコっていう地域何が有名なんやろ、まあ、そういうところもですね、ちょっと調べていくっていうのが楽しみで、なんとかですね、ローカルな食べ物にちょっと出会いたいんですよね。ローカルな、広島でいうお好み焼きとか、もっと言うと煎じ殻とか、その地域で代々こう伝わってきたような食べ物とか、何やろな、修学旅行の時はジンギスカンやったけど、ジンギスカンはあるのかな、あれジンギスカンやったかなっていう感じなんで、そのグラベルのイベントは参加するんだけども、全部北海道に行くっていうこの楽しさは、それがまあ大体僕半分ぐらいで、もちろんそのイベント楽しいんだけども、その他の要素ですね、そのローカルのことがとか知りたいですね。で、おそらくなんかこう出店してるお店もあったり、メーカーもあったりするんで、何か新しい情報がですねゲットできたり、新しいパーツが見れたりですると思うんですよ。今普段見ないやつで、新しい携帯食が、見れたり食べれたり、そう、食べれるっていうのはいいですね、すると思うんで、なんでなんかそういう新しい情報もゲットできるんじゃないかなと、いうのはやっぱりこうイベントの面白さだと思いますね。ちょうど3月の上旬ぐらいには台湾で台北ショーも開かれてるわけでして、その、イベントの詳細もですね、面白いものがばっかりなんですよ。なんで本当にですね楽しみですね。まあ、行くと、なんとか行ける機会ができたので、ちょっと楽しんでこようかなと、思ってる次第です。ニセコグラベル、どんなイベントなのかで、まあ、それに向けてですね、せっかく走るなら余裕を持って走りたいというので、普段今年始まっていってる冒険ライドもですね、引き続き続けていって、ちょっとでもこう体力をですね、余裕持って走れるように体力をつけておこうかなというところです。はい、こんなところですかね。ということで、今回はですね、北海道で開催されるニセコグラベルという、グラベルロードの、イベントに、ちょっと行くと、参加するということで、そもそもそのイベントってどんなものなのかっていうのと、まあ、今の段階で持ってる意気込みをちょっとまとめてみました。さあ、約2ヶ月後、無事に
行ってこれるのでしょうかということです。では今日はこの辺りで終わります。どうもありがとうございました。